はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。デジモンサバイブの続きをやっていこうと思います。あれから絶望し唖然とする僕たちは、僕たちを修二さんがなだめてみんなで校舎に帰ってきた。あんな状況で率先してみんなを動かしてくれるあたり、さすが修二さんだ。修二さんの次の立ち直ったのはカイトだった。ミユを探しに遊園地へ行くと言い出したカイトを必死に引き止めて、どうにか一緒に帰ってきたのだ。ミユを探しに行きたがるカイトに体勢を整えた方がいいという修二さんの説得が効いた形だ。さすがのカイトも寮の末路を見て少しは慎重になったみたいだ。他のみんなは寮の死を目の当たりにしたことでかなり落ち込み怯えているようだった。校舎に着いた頃にはすっかり暗くなって、みんなはご飯も食べずに倒れるように寝てしまった。僕もそうしたかったけどなかなか寝つけないでいる。どうしても考えてしまうから。寮が影に飲まれるとき、もっと何かできたんじゃないのかって、みんなで協力して、あるいはもっと強引に、あるいは僕は寮がピンチだったと、あの時どうすればよかったのかっていうことだよね。何も思いつかない。もっと強引にしていれば、みんなで協力していれば、どれをとっても正解はないと思うな。何も思いつかないな。ダメだ、何も思いつかない。あの霧も影もわからないことばかりだし、それに何よりあれはどうこうできるものじゃないって本能的に分かってしまった。冷えてきた。このままじゃ風邪ひいちゃうな。眠れないけど、せめて横にはなるか。してるよ。ずっと考えてたんだ、寮のこと。うん。助けられたはずなんだ、今日だけじゃなく、もっと前に。クネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も、教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつも僕は気づいてた。寮がやばい状態だって分かってた。それなのに僕は寮を助けなかった。僕は寮を見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？もっと亮と話したかったかな。亮ともっと話したかったよ。弱音でも口でも何でもよかったんだ。何でも話していればきっと何かが違っていたはずなんだよ。そもそも何が正解なのかだって僕は分かってないんだ。僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか、僕には何もわからない。タクマの苦しい気持ち、わかるよ。うん。苦しい。苦しいよ。だって、リョウが、仲間が死ぬような目にあっても、この状況を解決する道が見えないんだ。
アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら、元の世界に帰るための手段なんてあるのか。わからない。わからないよ。一体何をどうすればいいんだよ。たくま、あのね、たくま、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。それはね、たくまなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも、最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕、そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる。たくま、僕は君を信じているよ。僕も。ありがとう。なんだかすっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう？ならよかった。おやすみ、アグモ。おやすみ、タクマ。第4章。お、誰だあれ。人間の子供は発見したのですが、部下どもがその甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。デーモンかな。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな、必ず、次こそは必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはその、私ではなく何者かに先を越されたのよね。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだが。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはね。お前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。メガシードラモン、主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に俺が出る。ホンザエモン、遊園地だから必要ないわよ。ホンザエモンの手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツなやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何の用なのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。え、ガルルモン敵なの今回。だったら何だって言うの。この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぞ。力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。
どいつもこいつも胸くそ悪い連中だぜ。やめぬかお前たち。喧嘩打ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。え、ガルルモン今回敵なの？じゃあオメガモンはないってわけだ。いいのかしら？あいつ信用できるの？腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモ、これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。分かってるわよ。私を誰だと思ってるの？ならよいがな、次はないぞ。ここにいるモンザエモンやメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること、忘れるな。手を貸してほしければ言え。くっ、いまいまし、この私があんなガキどものせいで。いいわ、今に見てなさい。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、リョウ。夢というな。その朝、僕はひどい夢にうなされて目を覚ました。全身汗びっしょりで少しだけ手が震えていた。我ながら無理もないと思う。昨夜はかなり遅くまで寝つけなかったし、それに昨日僕らは目の前で寮を失ったばかりなんだから、目の前で誰かが死ぬのを見るのなんてもちろん初めてだったし、何よりあの正体不明の手、あんなのに捕まって引きずり込まれていくなんて、今思い出してもやっぱりゾッとする。でもいつまでもこうしていても仕方がないよな。昨日アグモンにも励まされたばかりなんだ。そういえばアグモン、それにみんなは？誰もいない。みんなとっくに起きてるのか？なら、ますますぼーっとしてる場合じゃない。これからどうするかみんなと話さないと。この時間ならみんなまだ食堂かな。とりあえず食堂に行ってみるか。あ、おはよう、カイト。ドラクモン。ち、やっと起きてきやがったか。うわ、かなり怒ってるみたいだな。もしかして僕が起きるのずっと待ってたのかな。遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで他のみんなは？知るかよ、誰も来やしねえ。え、そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。そっか、そうだよな。寮のことがショックだったのは僕だけじゃない。みんなも同じなんだよな。そう思うとみんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ、
今は一刻も早くミュウを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし、みんな不安なんだよ。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。そうだ、あのアルキニモンとかいう強いやつ、ニエがどうとか言ってたっけ。もしあんなのが他にもたくさんいたら。くそ、こんなことなら何としてでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ、俺は言ったぞ、ちゃんと。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ、これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい、議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。待ちなって、単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ、おめえを危険な目になんて合わせられないからな。分かったよ。よかった、分かってくれたみたいだけど、待つのは昼までだ。それ以上は待てね。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探しに行く、俺一人でな。たくバカ野郎が、その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。誰が、おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ、そりゃ悪かったな。ドラクモンは本当にカイトが心配なんだな。カイトもカイトでなんだかんだドラクモンの話をちゃんと聞いてるし、なんだかんだ言ってこの二人は仲がいいってことなのかな。つうわけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼まではカイトが勝手に出ていかねえように俺がちゃんと見張ってるから。わかった、みんなを呼んでくる。昼までだから、しまった、あまり時間がないぞ。急いでみんなを集めなきゃ。自由行動ですか。はい、というわけで自由行動となったんで、ちょっとこっからすっ飛ばしてやっていこうかな。次のイベントまでレッツゴー。よかった、全員集まってくれてたんだな。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。ああ、それは言わない約束だろ。ミドル、さっきまでかなり落ち込んでたもん。落ち込んでたけど少しは元気になってくれたんだな。それに他のみんなも。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチリ復活したんだよね。そうか、よかった。タクマのおかげだな。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。うん、うん。それで本題のミュウちゃんの救出の件だが、それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのにすまねえ。うわー、マジかよ、あのカイトがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな、俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。そうだよな、ただでさえ本当はみんな不安なんだもんな。
まあ、ミノルの場合はたまに度が過ぎるのがあれだけど。ねえカイト君、私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんなミオを助けに行くつもりだったもの。むしろ謝るのは私たちの方かも。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなってごめんなさい。いや、昨日のこともあったからな。仕方ねえって分かってるから。そういうわけだからみんな手を貸してくれ。ああ、もちろんだ。ちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、本当に行くつもりなのか。シュージ、今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、その危険性は昨日十分に味わったはずだろう。リョウと同じように、もしかしたら彼女ももう。なんてこと言うの、シュージさん。あ、僕は客観的な意見を言っただけで。ミュウは助からねえってのが客観的な意見だって言うのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なもん、ただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。おいカイト、やめてやれ。僕は臆病なんかじゃない。君のような無鉄砲な人間にはわからないかもしれないが、年上には年上としての責任があるんだ。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが、兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。ああ、もうこれじゃいつまでたっても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。そんなの僕だって同じだよ。早く止めるべきって分かってるけど、どうすればいいんだ。カイトの味方をするか、シュージさんの意見を尊重するか、それとも他の人の力を借りるか。おっと、ここで選択肢ですか。カイトとシュージさんの喧嘩を止めるには他の人の力を借りようかな。カイトの味方をしよう。シュージさんの意見を尊重だ。いや、これはちょっと俺じゃ止めれない気がするから、他の人の力も借りようかな。ミノル、なんとか言ってくれ。俺？じゃあここは民主的に多数決とか。それはどうなの、人の命がかかってるのに。冗談だって。それはないぞミノル。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれるとか。それは反対だよ。行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。タクマがなんとか言えって言ったのに。ごめん。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュージさんもカイト君もいい加減にしてください。葵くん、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だったな。葵さんってあんなでかい声出るんだ。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。カイト君、シュージさんと喧嘩してもミュウちゃんは助からない、そうでしょ。それはシュージさん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか。そんなつもりは。ミュウちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも行動するべきだと私は思いますけど。あれ、なんか急に葵の声がちっちゃくなった。多
か切ったのはいいけど、途中で恥ずかしくなったんじゃない？葵、恥ずかしがることなんてないわよ。さっきの葵、とってもかっこよかった。いえ、ごめんなさい。私なんかが偉そうに。いや、葵くんの言う通りだ。すまない。俺もカッとなって悪かった。よし、それじゃミンを助けに行くっつうのにまとまったってことで。いや、なんでミノルが仕切り出すのよ。なんかそういうノリが必要かなって思ってさ。で、どこに向かえばいいんだ？確か昨日遊園地に探しに行くって言ってたよな。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば、ミュウはアルケニモンから逃げた後遊園地の方へ行ったみてえだ。テントモンがキラキラしたとこって言ってたやつだよな。キラキラしたところ、なんだか素敵そう。向かったのは本当に遊園地で間違いないのか？ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるなら行かないわけがないってことか。キラキラの大きな輪があってすごかったもんな。子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとハルだって好きだろ、遊園地。僕、わかんない。わかんない。嘘だろ。わかんないって遊園地に行ったことないのかな。遊園地にいる可能性が高いことはわかった。なら、すぐにでも出発しよう。じゃあみんな、行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。また？どうして？子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいかないからな。そうだろ、みんな。意義なし。だな。そう、分かった。そう。ところで、遊園地への行き方って分かるかしら？昨日、電波塔の上から確認したから問題ね。方角的にはいつもの森から遊園地に向かう道がどっかにあるはずだと思うぜ。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が先頭を歩くからみんなしっかりついてきてくれ。なんでため息なんかついてるんだこの子。そういえば昨日もちょっと変だったよな。なあハル。なに？昨日のはその一体何だったの？そう、みゆきは相変わらずとしても、春は時折おかしな様子を見せる。急に大人びたことを言ったり、何かを見透かしたかのようだったり。ごめんなさい、僕にもよくわかんない。そうか、ごめんな。本人にも自覚がないのかな。二人とも急ごう。お姉ちゃん行こう。意外とこの二人があれなのかな、敵とかあるのかもしれないな。みゆきとハルが。ずいぶん歩いてきたけど全然遊園地には着かないな。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。次回ね、遊園地の方へ向かっていき、イベントを進めてミユを助けに行こうと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回のデジモンサバイブまでまたね。早く完全体にしたい。いや、究極体にしたい。